はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、追加された風の祠、そしてチャレンジステージ、まあチャレステですよ、むちゃむちゃ難しい、こちらのね攻略をねやっていきたいなと思います。来ましたね、バニーミント、むちゃむちゃ可愛い。これがね、僕ねガチャからゲットできたのは良かった。まさかの超神引き、バニーミント可愛いよね。もうそれだけでね満足です。さあ行きましょうか。さあここのステージは、さあこんなパーティーでいきます。白ひげ使っていきます。ダブルツエンダー、もうこのね風の祠むちゃむずなんで、ここはね容赦なくねダブルゼータ使っていきます。そして鬼釜です。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める将棋キャラ、変身スキルもあります。そしてサマーラービー、今回のねガチャからゲットしました。これもねむちゃむちゃ嬉しい。 SSS ランク、そしてワイルドボーイ、タップでデカプニ周囲を消す最強ランク Z です。スキルは1つしかありません。そしてナインテールですね、こちらはですね復活があるのでワンチャンあります。さあこんなパーティーでいきましょうか。ここのステージはボス扱いなので仲間にすることはできません。仲間にする、まあ、仲間にしたい人はガチャから出してくれということでしょうか。皆さんね、この追加のバニーミントガチャどうでしたでしょうか。コメント欄だとね結構みんな引けたみたい、おめでとうございます。途中追加のぶっ壊れキャラ、正直このバニーミントだけあればイベント攻略できてしまうっていうね、まあそれもどうかと思うけど、まあプレイヤー的には嬉しいよね。まあ可愛いキャラだしね。そしてこのサマーラビちゃんね、超レアですよ。僕はねもちろん持っていません。今回のガチャ初めてゲットしました。もう大満足です。使ってます、もちろん使ってます。さあ必殺技フィーバータイム中に連発していく、いきましたね。まあそれほど強くないじゃないの、まあ普通にね倒しちゃうことができました。まあでも星集めねやっていきます。お、極楽経験値玉、これ嬉しいね。そして15ポイント、ワイポイントも稼いでいきます。お、チャレンジステージ開放ということで、おいおい、こっからが本番か。おっと、なんだ、あのキャラは。おっと、風流出てきました。10年ぶりであるか。風の竜です。週2が乗り越えた試練。なるほど。兄弟、そして反撃、必殺技無効、フィーバーゲージ吸収、全部入り、勝てたらドラゴンメダルがもらえるということで、地獄ムズです。チャレステです。いきましょうか。ドラゴンメダルやっぱ欲しいよね。僕はね、リュータ持ってるんで、これはね、絶対に欲しい。さあ、いきましょうか。ステータスは、HP は12万5000、攻撃が1126ということで、まあ、スペック的 HP だけを見ればそれほどではないんだけど、フィーバーゲージ吸収がちょっとつらい。おっと、結構吸収するね。これちょっと頑張ってもフィーバーインは狙えないんじゃないの。しかも攻撃結構激しいし。マジか、誰だこのチャレステは弱えとか言ったやつは。マジか、やべえなこれ。フィーバーインできないのはちょっとどっかで見切りをつけて攻撃しないとダメってことだよね。さあ攻略のヒント、フィーバーゲージ吸収、これだよね。まああとは特攻キャラが今回はバニーミントのみ。ただバニーミントがあれば全部入りと、フィーバーゲージもカットされなくなる。さあちょっとねパーティー変えます。僕の持っているキャラだとプリチーがね結構強いキャラ揃ってるんで、プリチーは比較的攻略しやすいんじゃないかなと思います。さあ今度はパーティー、モンストのマナですね。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、サポートしていきます。 G まで打てる、デカプニで振ってくる。そしてエルゼですね、大量プニ消し、
普通に強いです。つながりやすくなる。そしてこの将棋しかもね、強い。タップでデカプニー、うまくやれば連発することができます。そして今回のこの吹雪姫、これがですね強いんだよね。とにかく強い今回の当たりキャラ。そしてゾディアライアは一応復活があるのでワンチャンあります。さあこんなパーティーでいきます。さあこれでですね HP は7300あるので、まあそこそここらえれるんじゃないかなと思います。だから早めにフィーバーインして、まあ言ってもね HP 自体は12万だったんで、まあ3発4発打ち込めばいけるんじゃないかと思います。いきます。さあシュカからタップでデカプニー。さあそしてエルゼいきます。大量振り消し、振りを消すことでゲージ溜まります。そして吹雪さんいきます。いきましたね。6万3000強え。3発打ち込めばいけるのか、まあ技レベルにもよりますけども、ドラゴンメダル来たぜ。これはね嬉しい。これはこれで龍太のねスキルが2が解放できる。見事だ。倒したけどまだ生きてんのか。まあ試練をね乗り越えたということで、さあクリアしましたよ。週2。そして次の試練へと向かうということで、おいおいまだあるのかい。さあプリチーはですねこんなパーティーでもいけます。僕の場合はねこの吹雪さんがむっちゃ強いので、まあ、吹雪さんをね何回か打つような感じで、まあ、サポートしてやれば倒せるんじゃないかなと思います。だから強キャラあまりいない人は、まあ、うまくねこのデカプリの技ゲージも多く貯めるみたいなキャラでサポートしてやるとね勝ちやすい。さあエルゼ打って吹雪さん打ちます。この吹雪さんがさプリを整理するんで、すかさずですねデカプリ作って技ゲージを貯める。いきましたね。やっぱプリチー強えわ。次はね豪傑いきます。豪傑もですね、まあ、僕の持っているキャラでは結構強キャラがね揃ってます。強敵相手だと、まあ、他の種族では倒せないんだけど豪傑ならワンチャンあるみたいな、まあ、そんなことがあります。学校がですね Y 学のファイナルクラッシュパンチ、むちゃむちゃ強え。ぶっ壊れですよ。デカプニで降ってくる。そして同じようなキャラとしてアシュラさんね、これもむちゃむちゃ強え。デカプニで降ってくる。そして日本代表遠藤です。これもですね技ゲージ溜まった状態でスタートできるんで、まあ取っかかりとしてはねいいんじゃないでしょうか。そしてアースマンです。ウルトラマン。そして炎竜ですね。この竜イベントでゲットしました。これも強キャラだよね。復活します。いきましょうか。まあいつものお決まりのパーティーティアパーティーなんだけど、まあこれであれば技ゲージ早めに貯めて、まあフィーバー入らずに、まあ強キャラで叩いていく作戦でいけるんじゃないか。さあデカプリ作っておいて遠藤で技ゲージ貯める。あとは連携していきます。アーシュラさんいきます。そして学校がいきます。いきましたね。学校が強え。やっぱ豪傑はね安定してます。安定して強い。ニョロロンいきます。ニョロロンはねこの先日ゲットした暴走ウィスパー、これねランク Z なんだけど強えですよ。そしてまあランク Z の強キャラで固めるオロチサンタですね。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、まあスタート取っかかりとしてね使っていきます。
自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。そしてスカイスネーカースーパーフィーバーです。普通に杖ワイガクキャラ。そしてプニナンダリュオ、これね、まあ、強さも強いんだけどむっちゃ可愛い。結構ねこのプニキャラ好きなんですよ。そしてモヒカンの不動産使っていきます。こちらの不動産も結構強い。ニョロロンの種族効果アップです。そして大暴走ウィスパー、これ強いよね。この復活からの一発がね強力です。いきます。さあニョロロン染め、まず技ゲージ貯めていく。デカプニをね作っておいてオロチさんでね技ゲージ多く貯める作戦。いきます。さあオロチサンタ溜まりました。そしてデカプニの技ゲージ多く貯める。さあスーパーフィーバー、そしてナンダさんいきます。さあそして復活からのウィスパー、いきましたね。45,000。さあなんとかねクリアすることができました。まあニョロロンもありだよね。さあそれではお待ちかねのバニーさん使っていきます。これ特攻多すぎじゃね。トランプを投げる、かわいいよね。バニー全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。普通にねこの必殺技はね、まあ、イベント終わった後でもね使えるんじゃないかと思います。さああとはねもうバニーさん強いんで適当なまあHP 高めの適当に育成されているキャラで埋めてやれば勝てます。っていうかもうバニーさんだけでいいでしょう。まあ念のためにねこの花保人とかね使っていきますけども。さあ行きましょうか。まずはこのバニーさんの強いところはね、まあ、特殊能力でフィーバーゲージ吸収がねまあ無効化されるんでフィーバーインできるんですよ。だからフィーバーインさえしちゃえば、まあ、バニーさんで叩いてやればいけるでしょう。さあフィーバータイム入りました。バニーさん行きましょうか。いきます。まだ技レベル3なんですけども一撃でもう14万いっちゃいますダメージね。だからもうワンパンですよ。やばいよね。まあやり方によってはねフィーバー入らずいけちゃう感じです。だから強い。だからバニーさんあれば安定してね高速周回できるんじゃないかなと思います。このねチャレステ周回できるっていうのは大きいよね。さあ僕が周回するのであればこんなパーティーでね行きます。 Y ポイント稼ぎながら、しかもねこのチャレステアイテム落とすんですよ。なのでまあ通常のね風流がまあ強くて倒すのが難しい周回苦しいぞっていう人は、まあバニーさんさえあればここのチャレステをね周回するっていうのもありです。おっと来たぜ秘伝書。ちょっと小さく見えるけど来ましたね。秘伝書系落とすっていうことはちょっとここ周回もありです。しかもこのステージ Y ポイント稼げるんです。35ポイント。しかも高速周回ができると。